皆さんこんにちは、トムジャンフーです。ちょっとですね、今までアップした動画で一部ですね、音楽の著作権に引っかかったということで、ちょっとの時間停止を余儀なくされてましてですね、僕も有料の動画アプリで作ってるんで問題ないと思ってたんですけど、仕方なくですね、一部音がないというか声がない状態になってますんで、今後はですね、ちょっと気をつけていきたいと思います。はい。それはいいとして、今回はですね、湖南省にあるユエヤンチャンサーに行ってまいります。ユエヤンチャンサーどこだと、周遊皇庭、五の国の周遊皇庭がですね、曹操が来るときに童貞湖で練習してるんですね、水軍を。そこです。だから周遊の墓とか、ロシュクの墓とか、周遊の奥さんのシャオチャオの墓とか、それだけしかないんですけど、そういったのを見て回りたいと思います。それでは皆さん、マニアック三国志の旅見てくださいね。ユエヤンに着きました。ユエヤンといえばですね、童貞湖、フーベイとフナン、コナン、湖北が、分かれる湖というところになります。今回はですね、広東省から出るだけでまず72時間以内の PCR 検査を受けなきゃいけない。受けました。さらに僕は中国のシノパックのワクチン1回打ってたんですけど、昨日ですね、2回目の予約がパーンと取れたんで受けました。2回ワクチン打ってます。完璧です。もう鉄壁の防御状態で今回湖南省に来ております。ホテル泊まれました。やっぱり PCR 検査鉄板ですね。強い。おお、それならいいですよ。いやいや、素晴らしいですね。まずユエヤン楼に行ってみたいと思います。なんか地下歩くんですけど、小綺麗なんですよね。なんか新水とかよりなんかいいな。とりあえず歩こうかなと思ってるんですけど、中国あるあるというか、中国どこまで行っても中国なんですよね。もうチェーン店も多いし、それはあんまりこう、なんだろう、地域感がないというか、その中で地域探すのが楽しいんですよね。ユエヤン楼に行く前にですね、もう腹が好きすぎたんで、ご飯食べようと思って探してたんですね。いいのありましたよ。童貞ラオミート、童貞湖の魚を使った料理屋ということですね。これはチェーン店じゃないよ、これはいいよ。これ、ここ行こう、ここ行こう。一人だけど、ちょっと行ってみよう。いいね、このザリガニのこの挨拶がいいね、これね。いやいや、いいんじゃない、これ童貞湖。行ってみよう、行ってみよう。童貞湖の魚なのね。ゆえいえ、僕いたり、もう客いませんからテーブル使っていいとなんですけど、ね、よく見るやつなんですけど、なんか美味しそうだぞこれ。ラルクいてんだよな、ローテイクの魚もんだけど、これ美味しそうだね。これいこうかな。あと何ちゃっていいよと。これ、おお、つか、わ、ヘッダーね。ヤンジンバ、そう、シャオだよね。ね、わあ、これ、ヤズユ、ヤズユってそういうこと。これあれだ、カモなのかと思ったら違うよ。すげえな、こんな魚がいいの。いいですか、これで。クイ。ご飯がねえなと思ったら、これ来ました。寂しいんだな。夜の分まで食うからね。夜の分まで食うからね。これがうまいんだよ。これが乗せましてですね、これがガブッといくわけですよ。魚入ってないよ。これデートの魚よく見ます。そうだよ、これ。これをね、それではですね、いつもの試食をね、始めたいと思います。ローテーコの魚美味しいけど、もうちょっと泥を煮た方がいいかな。そうですね、ユエヤン楼に行こうと思ってるんですけど、なんですかね、このジャンユエ、行ってみましょう。なんか新しいな、これは。なるほどね、商店街っぽいな。行ってみよう。奥に行けばですね、ユエヤン楼があるはずなんで、ちょっとそのままチラチラ見ながら行きたいと思いますけど、だけどなんか特別なものがあるかっていうと魚かな。やっぱり童貞湖の魚、この辺かな。これがやっぱりね、あるでしょうね。ユエヤン楼に参りましたね。
食べ過ぎました。もう一人でやっぱり一気に食うもんじゃない。もうほんとお腹いっぱいですね。もうあとサングラス忘れてた。もうめちゃくちゃ眩しい。しょうがない。ユエアンドです。ここはですね、五国の最初ロシクが作った軍事施設なんです。こ裏には同帝国、敵が来る時はここで監視するという意味の軍事施設だ。ロシクの墓も近くにあるらしいので、ちょっと心していきたいと思いますね。僕にとっても世界遺産ならよっぽどこっちがすごいから、ロシクですから。施設だからこういう風な、なんていうんですかね、壁というか城壁があるわけなんですけど、見てください。ここの下、同帝国です。ここ同帝国です。すごいよ。先が一応見えますね。見えますけど、これね、同帝国でもね、なんか端っこの方なんで、もう川なんですよ。すごいよね、この広さ。こんなところですね。シェービーになるものがあるわけですよ。このベタな、このベタな観光アイス。1個 19.9 って高いな、これ。使いました。ユエアンドアイス。なぜユエアン？これはね、意外にすごいぞ、これ精密な作り。すごくないこれ、意外に。いや、18元の価値あるぞ、これ。うん。あれ、うん。普通、おいしい。うん。本当においしいですよ。ミルクアイスです。18は高いけど、18って300円だからね。まあでも、この成功な作りはしょうがないよね。これがユエアンドでございます。まあ、建て替えられたはずなんですけど、でもまあ同じ場所にロシクが見張り台建てた、軍事要塞建てたっていうふうに考えると、やっぱりちょっとロマンがありますよね。いやいや、行ってみよう。面白い。水天一色って書いてある。本当そうか。これね、これを言ったんだな。水天一色、本当にそう。いや、こっからね、敵が来るのを見るわけですよ。いいね。違います。シャオチャオはね、やっぱ曹操が赤壁で来た時にシャオチャオ俺欲しいなみたいに死で撃っちゃっちゃって、周遊激怒、絶対殺すと。まあそれぐらいやっぱりね、あの、うわー日本人だって言われちゃってね、びっくりしましたけど、ここがシャオチャオの墓ですよ。おお、有名な周遊の奥さん、お姉さんは孫作の奥さん。いや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 、結構立派だよ。ちょっと感動。お花がいけてあるのがいいな。まあこれ近代に作られたんだろうけど、まあ、さすがロシクだね。嬉しいね。なんかちょっと行ってみようかな。どうなるかね。ボボボーンと見えるわけですよ。いやすごいね、こう見るとすごいよね、うん、ロシクの墓は結構えぐいとこ行かしてますね。なんか看板もないし、本当にあんのかみたいな。もうアーツルクってすげえきついんだよな。頑張ろう。あの、うわ、鍵だよ。わあ、おいおいおい、ロシクの墓とは書いてあるよ。あー、こら参った。検定なんだろうな、ジュンクの名前か。これは新幹線、これは諸葛孔明のことだ。なんだろうな、どういう意味なんだろうな。うわー、すげえ悔しい。もうですね、怒ってね、政府に電話したんですよ。開けてくれと。そしたらですね、いやちょっと今日は出勤じゃないから開けれねえと。明日は開ける。いや明日俺よ、俺がダメだと。で、気にすんなと、お客さん、あそこにはあの服と靴しか眠ってねえから、あの本当の骨じゃねえからと。余計がっかりするよ、もう本当に。何なのさ。仕方ない、じゃあ周囲の方に行きます。飛び出してして来たのが公園なんですよ。公園です。この中に周囲の墓があるらしい。見てます。なんかすごい気持ちいい緑の道ですよ。人もいないし、こう
ポイって出てきたの？周囲を測って。ない。え？どれ？どれや？ありました。やった。これはちょっと感動してるぞ。しかもまあ最近作ったんだろうけど、このあれがいいよね。石碑が。お墓は本物だね。確かに。うう、だ、どう、どう。尊厳を言うと、もう、かっこいい。五の大都督、周公金。おー。周公入、周囲公金ですからね。周公入になるんですね。あー。感無量。いや、もう周囲といえばね。まあ、諸葛孔明と、まあ、実は協力して、赤壁を戦って勝った人ですよ。まあ、諸葛孔明がね、こう、上がるように、出しに使われた感じありますけど、三国志演義とか、漫画では。でも、すごい人ですよ。この大都督ですよ。かっこいい。来た！いろんな店が出るのがいいですよね。このドルファーなんか安いですよ。4元とか3元とかですよ。これは深圳よりも断然安いよね。しかも美味しそうだしな。これ食べてみよう。ここはですね、昼間行ったユエヤンローの、まあ、のその童貞湖の近くのバーリンガン山です。バーリン広場です。近くですね、人です。こっちの方まだ少ないんだけど、向こうはもうすごいですよ。みんな踊りまくってます。これがあのバーリンガン山の、なんかよくテレビとか、テレビじゃないか、ネットとかで出てる銅像。何の銅像なのかな、ちょっと見てみましょう。マジですけど、見えますけど、見えますけど、ワンちゃん戻っちゃいましたけど、行っちゃいましたけど、これ水そんな綺麗じゃないですからね。これそういうことになるよね。キャーってなるよね。日本だったらすごい怒られてる。笑って過ごしてるところが中国人のいいところですね。いやー、わかりました。これですね、読み方調べたんですよ。リャンフージーというそうです。そんな字見たことないよ。リャンフージー、なるほどね。これはあの河南省の言葉らしくて、全然湖南省関係ないらしいんですよ。まあ、あの一緒ですけど、ちょっとやっぱ空いてる店が増えたか、そんな感じですかね。サイン作ってあげ屋さんですよ。この名前を言うと、あなたのサインをこういう風にしたらどうみたいな、サイン作ってあげますよ。面白いですよ。ちょっと作ってもらいましょうか。私の本名バレちゃいました。さあ作ってもらいます。どうなる。これが私のサインですね。なるほどね。ほうほうほう。これがほうほう、良いっす。これが私のサインです。もう一回入れるの。店の店にしてはちょっとなんか白っぽいなと思ったら本当に吹いてるんですよ。結構すごい。いや、せっかく吹いてるんでね、頑張ってる。すごいオカリナめっちゃ上手だよ。うわ、なんかこれオカリナですごい。オカリナ売ってるんですよ。陶器屋さんなんだよ。このオカリナ欲しいけどちょっと高いな。4,400円でしょ。5,000円は高いね。あんま欲しいなこれ。ただの売店みたいな感じに覚えたんだけど、ラオズハオ。この裸のおっさんがすごいね。お客もひっきりなしに来るから、有名なんだよ。へえ。買いましたよ。だってラオズハオって書いてあるもん。何年前もやったもん。でこんな感じね。おじさんがいい。おじさんの本格。はいです。そうだもん。こんなに人が来るんだよ。すごいよこれ。すごいよ。多分絶対美味しいはずよ。よし。食べてます。うめえよこれ。これね、ケンタッキーぐらいうまい。めっちゃうめえ。皆さん、ゆえやん編見ていただきまして大変ありがとうございました。ロシクや周囲の雰囲気が出ててとても良かった。私はですね、その後セティエティ売りも行きたいと思ってしまいまして、ついにチケットを買ってですね、その次の日行くことにしました。皆さん、次のウリンセティエティ戦もぜひ見てください。
チャンネル登録もお願いします。それでは続きを見てくださいね。